吉田さん、こんにちは。麻雀屋の久保でございます。麻雀店でね、商品っていうと、1ゲーム300円とか350円みたいな価格つけるんですよ。でもこれはね、もうすでにその商売をやってる人がいて、麻雀店っていうのはだいたい300円とか400円ぐらいの単価なんですよ、と。で、ルールはこうなんですよってフォーマットがすでに業界にあるんですよね。だから、商売やビジネスをやったというよりも、フォーマットをそのままね、まあ真似したっていうことですかね。まあですんで、簡単にね、下等競争になるんですよ。だって特徴がないですから。で、その麻雀店から私がね、インターネットビジネスの世界に入って、そこには、形のないものばかりですよね。形のない考え方とか解釈とか思考力っていうのを、まあ商品にするわけですから、もうお手本がないんですよね。その分自由なんだけども、どういうふうなものを作ればどんな効果があるのかってことはわからないんで、すべて自分がトライして試していくしかないっていうことになりました。まあ、麻雀しかやったことないね。40過ぎの私、親父がですね、そんなね、応用に次ぐ応用みたいな世界に入って大丈夫かなと思ったんですけども、まあ大丈夫なんですよね。確かに吉谷さん言われたように、アフィリエイトだけで私はね、1億円とかはとても無理でした。私の速稼塾っていうのは最初19万8000円で出していまして、それが400本売れたのが軸なんですよ。400本ですよ。19万8000が400本。すごくないですか？いくらになったか想像つきますよね。で、それにアフィリエイトが乗っかってきたりとか、転売が乗ってきたりとか、個人コンサルが入ってきたりとかで、まあ、プラス5000万みたいな感じですよね。ですから、最初の3年間っていうのは、労力は、まあ、麻雀店よりも少なかったと思います。行ったり来たりがないですから。部屋の中でずっと喋ってるだけですからね。これと同じですよ、これと同じ。喋る内容が違っただけですから。だから、すごい不思議な感じはしますよね。で、吉田さんが言われたように、私のやることを真似して再現性っていうのは非常に高いと思いますよ。だって必要なものを、こう、情報として形作るわけですから、売れないわけがないんですよね。求められてるものを作るわけですから。でも、麻雀店ってのは、こう、ドーンとスタートして、麻雀をたまたまやりたい人が、その地区の半径2キロぐらいのところにいなくちゃいけないんですよ。で、これは商売当たるかどうかっていうのは、実はね、偶然によるんですよね。飲食店もやってましたけど、20店舗ぐらい。これも同じです。飲食店も結局は、丼屋なら丼屋がドーンとスタートするじゃないですか。じゃあ丼食べたい人が近くにいないといけないんですよ。しかも、ライバルがいたら、せっかくニーズがあっても、こうなんですか、求められないってことになっちゃいますよね。で、しかも店ってのは、くら替えできないんですよ。丼屋で始めちゃったら、それを蕎麦屋にするってのは非常に難しいんですよね。ラーメン屋からうどん屋にするのがどれだけ難しいことかっていうのと同じです。同じ麺類なのにね。だから、店舗をね、飲食店スタートしちゃったら、業態変更がむちゃくちゃ大変なんですよ。金もかかりますし、あとスタッフのスキルも一からになっちゃうでしょ？商売変えたら。だから本当に雲をつかむような話になっちゃいますよね。まあそんな中でも、いろいろとやりくりしてきて、まあ結局はね、一回も黒字にならずに終わっちゃったんですけども、すでにあるビジネスってのは、本当にね、飽和しちゃって競争しかないんですよね。で、情報の世界って競争がないんですよ。以前もお話した通り、続けていれば勝手に自滅する人ばかりなんで、インチキをするか、続かなくなってやめるかとかね。だから、いるだけっていうか、やってるだけで、なんか知んないけども、去年頑張ってた人がいなくなって、一昨年頑張ってた人がいなくなって、3年前に頑張ってた人がいなくなってみたいな感じで、私が40歳で始めた時に、42歳、3歳の時にはすでに半分以上の方がいなかったですね。もっとかもしんないですね。なんかビジネス始めましたとか言って、どうしたのかなと思ったら、なんか就職活動してるみたいな感じで、なんなんだろうなと思いますよね。で、やっぱりね、既存のビジネス、麻雀店の話に戻しますけども、麻雀店の発想では多分情報ビジネスはできなかったでしょうね。っていうのが、麻雀店の商売ってすでにフォーマットがあってそれを真似ただけって言ったじゃないですか。で、情報の世界っていうのは、誰が何を求めているかってことは、無料のコンテンツを作って、当たりをつけていかなくちゃいけないんですよね。無料のコンテンツたくさん作って、そこに反応率が良かったものをさらに掘り込んでいくって感じです。で、プライスをつけてみて、例えば980円とかね。それで売れるようだったら、買ってくれた人にもう一回3000、5000みたいなのを売ってみる感じですね。で、そこで確かにね、なんかこの、小銭稼ぎみたいなね、そんな稼ぎ方すんなっていう人もいるんですよ。でもそういう人は稼げないんですよね。じゃあどうやったらいいですかっていうことになってくると、途端に答えに困ると思うんですよ。聞いたことはないですけども。で、商売をやる人って、1円でも多く利益を上げないといけないのはちゃんと訳があって、それは、本当に素晴らしい商品、必要な商品が作れたとしたら、それを無料で渡したらね、それは喜ぶと思いますけども、継続して提供することができなくなるんで、結局、多くの方に迷惑をかけるんですよ。
だから自分の価値ある商品を作ったら、それは価値があるねっていうふうに、お金を払ってもいいだろうっていう人に買ってもらって、お金をいただいて、いただいたお金でさらにね、もっとグレードアップ商品作って、そのグレードアップした商品を欲しい人にまた受け取っていただいて、さらなる大きな金額をいただいて、その大きな金額でさらにもっといいものを作るみたいなね。で、どんどんどん良くなっていくわけなんですよ。で、このさらにいいものを作るっていうのがビジネスセンスであって、事業の拡大なわけですよね。最初に扱ってる金額っていうのは本当に確かに私の場合は 19,800 円でしたけども、結局3年ぐらい経ったら100万円のものすら売れるようになるし、100万円のもの作れるようになるわけなんですよ。で、そうなってくるとフェーズがどんどん広がっていって、扱える金額が増えていって、自由度も増してくるし、ビジネスのちょっとねスキルも上がってくるのか、センスも良くなってくるのかなってところがあります。で、ビジネスのセンスが良くなると、今度はね、人のビジネスがまともにやってるのかどうかも結構ね評価できるようになってくるんですよ。それでも完全に見分けることは難しいんで、マトリックスアフィリエイトみたいなのにね引っかかっちゃうわけなんですけども、でも少なくともですね、これでそんなに儲かるわけねえだろみたいなことがわかるんで、最初から税なのか非なのかってことはすぐ一瞬でわかりますよね。で、儲かってもないのに儲かってるふりしてる人もすぐわかるんで、気の毒になりますよ。そんなことしないとやっていけないのかなと思っちゃうと。まともにやるだけでライバルがいなくなって、お金も信頼も情報が集まってくるってことを、私はね、声を大にして何度も何度もお話してるんですけども、でも焦ってしまうんですよね、人っていうのは。何もせずにお金が入ってくるもんだと思ってしまう。まさにお小遣いとか給料の発想になっちゃうんで。で、自分でね、新しい価値を作っていく。これ別に当たり前のことだと思うんですよ。で、昔はこうだったみたいなこと言う人結構いますけども、そのね、昔を何回も何回も思い出したところで、時代は変わっていくし、未来を見ていかないといけないんで、全く不毛なんですよね。まさに武勇伝語ってるだけになっちゃうんですよ。まあその中でもね、自分のやってきたことっていうのは、次に絶対活かせるように、未来に使えるように構築していくっていうのはビジネスの、まあ、根幹に私もあるんですけども、今やったことっていうのは、将来も使い回すために、もう最初からそれを織り込んでね、やってるわけなんですよね。ですから私は、何ですかね、ネットビジネスを始めて、アフィリエイトをやってきたってのは、今はそれほど派手にやってないけども、アフィリエイトやった実績は今でも使えますからね。んで、たまに復習して、今こういう風に変わったのかと思ったら、新しく変わった形に合わせて、またね、アフィリエイトやっていくみたいな。ちなみに今、自己アフィリエイトのサイトよりも、ポイントサイトの方が、ものすごくね、利率が良くって盛り上がっててやりやすいんで、私はね、セルフバックをやるぐらいだったら、ポイントサイトをお勧めしますね。本当にね、あっという間に10万とか20万作れますよ、今だったら。うん。で、FX を一生懸命やりたい気持ちもね、多くの方わかるんですけども、やっぱり順番があって、FX ってのはやっぱ投資なんでね、余剰資金ができてからじゃないとやんない方がいいですね。それから FX をやる根性ってのもビジネスの根性がなければ、FX はとても無理なんで、まずはビジネスセンスを身につけて、そこで凡事徹底することを習慣化してですね、その上で FX の世界に入ってきた方がいいと思います。FX ってのはやっぱ投資ですから、むちゃくちゃ強い人がいっぱいいるんですよ。で、こっちは新人のつもりで入ってきても、もうね、向こうにはね、マイク・タイソンとかイチローみたいなのがうよいよしていて、勝てるわけないじゃないですか、そんなのと試合したら。だからまずは練習をしていくことと、デモトレードみたいなことやっていって、まあまあ、勝てるようになったかな、勝率がちょっと上がってきたかなっていう状態で入っていかないと、何も分かんない状態で、儲かりそうだからって FX 入ってきたらね、全然儲からないから詐欺みたいなこと言うわけですけども、お前が詐欺だって話ですよ。何も分かってないのに来るなってことですから、やっぱりどの道にも、言えることなんですけども、まあ、人脈がなくても経験がなくても、何もなくても大丈夫なんですよ。でもそのまま何にもない状態のまま勝とうと思ったらこれ無理なんで、何にもない人が入ってきてもいいんですけども、入ってきた瞬間にはもう全てを身につけないといけないんですよ。全ての防御力と全ての攻撃力を身につけないと、あっという間にね、踏んだくられて剥ぎ取られて終わりですからね。だからそれはね、ビジネスの世界、投資の世界、厳しいことは覚悟しないといけないと思います。まさにね、分かったつもりとかね、過去を振りかざしても全く意味がないんですよ。で、今日いくら稼げたかの、これね、これが全てなんですよ。今日いくら稼げたかの積み重ねが全てなんで、今日稼げてなかったら大いに反省しないといけないし、もっと貪欲に1円、10円、100円を取りに行かないと。それこそね、小銭をバカにしてるようだったら絶対小銭に振り向いてくんないですよ。ってことは大銭もできないんで、ずーっとカモになり続けるんですよ。お金をバカにする、小銭をバカにする、小銭を軽んじる、小銭を笑う。そういう人は小銭すら掴めずに、小銭も大銭も全部持ってかれて終わりですからね。そのぐらいの覚悟を持ってビジネスの世界入ってほしいですし、ビジネスの世界にはね、私がいるんですよ。これね、本当に壮大な言い方になりますけども、私がビジネスの世界でやってるところに飛び込んできて、私にですらね、叩かれる可能性がある、踏んだくられる可能性があるってことを覚悟して入ってきてもらわないといけないですよね。まあ、速稼塾の生徒さんには傷つけないようにやりますんで、それはね、そんなに警戒しなくてもいいと思いますけども、何も知らないね、ビジネスの世界入ってくると、ビジネスの世界ってのは結局ね、顧客になるか、それとも大金を掴む
方になるか、どっちかですからね。まあちょっと古い言い方すると、手下か敵しかいないですから。ね。ビジネスの世界には。誰かと仲良くやっていくか、それとも敵に回って、むしり合いをするかなんですよ。はい。どぎつい言い方したらね。ビジネスの世界っていうのはお金が動く世界ですから、自分のお金が誰かのところに行くか、誰かのお金が自分の財布に入るかだけですからね。本当にこれはね、勘違いしないですし、仲良しクラブをやってるわけじゃないですから。ビジネスっていうのは、あなたのお金がどっかに行くのか、それとも誰かのお金があなたの財布に入るのか、これだけが会話ですよ。すべて、真実。そのためにいろいろ学習していかないといけないですし、学んでいかないといけない、それから経験していかなくちゃいけないし、時間も使っていかないといけないってことなんで、もう全部勝負ですからね、ビジネスの世界は。それこそ360日、24時間全部勝負してるみたいなもんですから、なんかね、勝った気にならないことですね、最初から。勝てないですから、そんなね。私がいますからね、トリマの朝ですね。だから、ちょっと久保さんには叶いそうないなと思ったら、速稼塾入った方がいいです、それは。そしたら勝ち方は教えることができますんでね。いってらっしゃい。